皆さん、こんにちは。今日はですね、ツェルトの利点を3つお伝えしようと思います。その3つの利点、軽くてコンパクト。もうこれはね、誰もが知っていることなんで、それは省いて別の3つの利点を言っていきます。それでは最初にこの動画の結論をお話しします。ツェルトの利点3つ。1つ目は、手入れが楽。2つ目は、 居住空間が広い。そして最後、三つ目は、雨風に強い。さあ、それではこれを順番に見ていきましょう。まずは簡単にですね、ツェルトって何なのっていうところを説明しようと思います。えー、こちらがツェルト。私が使っているファイントラックのツェルト1というものです。とても軽量でコンパクトな ものになっています。まあ、簡易的なテントというのが一番手っ取り早い説明だと思います。でね、このツルトとてもいいギアなんですけれども、ちょっと設営がめんどくさいとか、えー、隙間があるんで雨風が入ってくる、虫が入ってくるとかね、あと居住空間が狭い、もろもろの、えー、問題点があります。まあ問題点っていうかデメリットですかね。でもね、それを、ね、工夫することによって、 克服してとても素晴らしいギアとして使うことができますので、今回はこのよく言われる軽量コンパクト以外の利点をお伝えしたいと思います。それでは最初に一つ目の利点、手入れが楽、これについてです。私ね、 知り合い、まあ仕事の先輩なんですけど、その方が夫婦でキャンプが好きでね、いろいろ話してたんですよ。その時ね、びっくりしたのがですね、キャンプのテントとっても大きいんですね。で、これ使った後の手入れどうしてるんですか洗って乾かすの大変ですよねって聞いたら、なんと、専門の業者に出していると言っていました。使った後ね、洗うのも乾かすのも大変で、家にそんなスペースないからもう業者に渡してきれいにしてもらうんですって。 もうね、それを聞いた時きね、びっくりしちゃいましたね。だって、僕が使っているこのツェルト、洗濯機に放り込んでそれで終わりなんですもん。こちら、私の過去動画の一コマです。こちらですね、雨用の実験を終えた後のツェルトなんですけど、まあ、汚くなってます。土、そしてなんか木の枝とかね、葉っぱもついて、本当に汚いです。 でもねこのツェルト開けばね1枚の布になるんでとてもメンテナンスが楽だとこの時紹介しました家庭用のドラム式洗濯機です蓋を開けて中に汚れたツェルトを入れていきます入れ終わったら蓋をしてそのまま簡単モードで洗濯と乾燥をやってしまいます そして洗剤はですね、山用のウェアのものを使えば大丈夫です。乾燥まで終わって出てきたら、撥水効果を戻ってすぐに使えます。このようにですね、ドラム式洗濯機に入れて、洗って乾燥までかけることによって簡単にお手入れすることができます。子供の頃ね、よくこんなこと言われませんでしたか遠足で、 でで家に帰るまでが遠足だよ言われましたよね僕の場合の登山はですね無事に下山して車に乗って渋滞の中家に帰って山道具を全部メンテナンスして次の日起きて遅刻せずに会社にたどり着くここまでが登山なんですね。もうねもううね サラリーマン登山家の皆さんはね、この気持ちよく分かっていただけると思うんですけど、もうね、下山して殻が長い。その後のギアの手入れもすごくしんどい。もうね、堂々した道を歩いてね、登山靴が汚れたらこれまた洗わなきゃなとかね、あの、ツルト、テントもね、またきれいに洗って乾かして保管しておかなきゃなって思う。そんな時にですね、もうこ、このツルトはね、洗濯機に放り込んでボタンを押してそれで終わりなんですよ。で、2時間ぐらい待ったらね、 乾燥してパリッパリになってね、発水効果戻った状態になってくれると。非常にね、登山を助けてくれます。登山のメンテナンスはとても簡単になるセルト。ぜひともおすすめです。さて、二つ目の利点。居住空間が広い。で、これを言うとですね、いや、さっきあなたは居住空間が狭いっていうのを最初にセルトの説明でしていたじゃないかって。 思う方がいらっしゃるんですけれども、まあ、おっしゃる通りです。そのまま使うと、セルトはとても居住空間が狭いです。だから私はこのような改造を入れて使っております。こちらね、わかりますでしょうかフロアのところの布を10センチほど出してきて、高さをね、かさ上げするようにしてるんですね。こうすることによって天井が高くなります。 そして、じゃあ、ペグ用のガイドロープがなくなっちゃうのどうするのっていうのは、これ、一円玉をね、内側に入れて、ガイドロープをつけるための突起をつけています。そして、かさ上げすることによってね、隙間がね、ガバッと開いちゃうんですけど、そこはマジックテープをつけて隙間を埋めるようにしています。これによってね、かさ上げしたことで隙間風が入り放題っていう風になるのを防いでいるわけです。 こちら、雪山登山で使用した時の動画ですけれども、見てわかる通りかなり頭の上に空間があります。思いっきりね、そこを開いてかさ上げしているので、居住空間がかなり広くなっています。さらに私は自作のインナーポールで内側から居住空間を広げるようにしております。このようにね、5つに分割したインナーポール、これを順々に組み立てていって、 内側から居住空間を広げていきます。このようにして端末にどんどん差し込んでいきます。はい、できました。で、見てわかる通りぐるーっとハーフドーム型っていうんですかね。そんな感じになって広い居住空間加工できます。これ夏山でね、実際に使ったやつですけれども、室内でラーメンがゆっくり食べれるぐらいのスペースは 確保できました。いかがだったでしょうかこのようにね、かさ上げして、さらにインナーポールを使う。これによって、居住空間がぐっと大きくなります。以前ね、一人用のシングルウォールのテントを見に行ったんですね。それがね、だいたい重量が 700g か 800g ぐらいで、結構軽量コンパクトなやつでした。でね、実際使って、 まあ、お店で設営してるのの中に入ってみたんですけどね、狭いんですね。でね、これで一泊するのはちょっときついなーって思って購入はやめました。でね、そのシングルウォールの一人用のテントに比べるとね、セルト、特にね、セルト2ロングはだいぶ広いです。だからね、軽さとコンパクト、そして居住空間、これらを全部手に入れたいって思っている人には、この えー、ツェルトというアイテムはね非常におすすめですちょっとした改造でねとても強使いやすくなりますので是非とも使ってみてくださいそれでは最後3つ目雨風に強いこれはですねちょっと言うのが勇気がいりました「雨風に強い」っていうのは嘘だろうっていや確かにおっしゃる通りですツェルトを普通に使ってる分には雨風に強いとはねあまり言えないんじゃないかなと僕も思います しかしね、これも工夫次第で良くなってくるんですね。まず雨なんですけど、僕はね、吊り下げ式のグランドシートを使っています。このようなものです。ノーポリで作ったグランドシートを、セルトの中に吊り下げています。やっぱりね、ただ、セルトの中に敷くだけだと、ノーポリのグランドシートの縁をね、水が乗り越えてきてしまうことがあるんですけど、吊り下げることで、 水の侵入を防ぐことができます。実際に使った時の動画ですけどこのようにですね水たまりに設営したとしても水の侵入はありませんさらにね風の弱い日であるならばこのように上側にですねフライシートをつけることでさらに快適に過ごすことができますこうやってねだらーんとしたフライシートも結構強くビシッと張っても このノーポリ結構強度があるんでね、破れることがないんですよ。このハトメのデザインもね、実験をして決めました。強度が出るような形にしているので、なかなか使えるアイテムだなと思っております。いかがでしょうかこのように、下の浸水は吊り下げ式のグランドシートで対策する。上からの雨はフライシートで対策する。 これをやるとですね、かなり快適に過ごすことができます。で、いやいや、そんなね、いろんな装備持っていってたら、軽くなくなってかさばるし、ツルトの利点、軽量コンパクトが失われるじゃないかって。それはね、おっしゃる通りです。ただね、これは私の考えなんですけど、その登山の状況に応じて、持っていく装備をカスタマイズできるっていうのは、ツルトの魅力だと思ってます。今日は、 もしかしたら雨が降るかもしれないな、にわか雨来るかな、ぐらいだったら、じゃあ快適に過ごしたいんでフライシート持っていくかなとか、今日はがっつり雨降るかもしれないってなったら、吊り下げ式のグランドシートを持っていくみたいな感じでですね、カスタムができるんですね。そしてもちろん晴天、降水確率0%とかね、雪山登山の時には、フライシートも吊り下げ式のグランドシートも持っていく必要がないと思います。 そのように必要な状況に合わせて必要なギアを選んで持っていくそれで対策ができますそして次に風こちらはですねちょっとこちらの動画を見ていただきたいです実際に雨風の強い日にツルトはこうした動画です内側で寝ているとねもうバンバンとツルトが風で煽られて揺れているのがわかると思います ね、これぐらい風でバンバン降られても、セルトってね、意外と倒壊しないんですよね。で、昔私ね、森林限界上の長ヶ岳とか、常年岳、北アルプスの、そういうところでも、セルトワークやってますけど、やっぱりね、風は強いけど倒壊しないんですね。でね、むしろね、僕びっくりしたのが、以前、テントのポールがね、あれ折れてたのかな、風でね、 もうテントが崩れちゃってるのを一応見ました。でもね、その近くでね、セルト張ってる人いたんですけど、そのセルトはね、倒壊してなかったんですね。だから、これ、僕個人の、まあ、経験もあるんですけど、やっぱりね、周りを見てもね、セルトが倒壊してしまったっていうのはね、ほとんど聞いたことが、むしろない。むしろゼロですね。聞いたことがないです。だから、まあ私の経験上と私が見る 聞くする限り、セルトは風には強いんだなっていうのが、お伝えしたいことになります。えー、いかがだったでしょうかそれでは、この動画のまとめです。軽量コンパクト以外のツルトの利点を3つお伝えしました。1つ目、汚れたセルトは洗濯機に入れて、洗いから乾燥までやってしまいます。これによってですね、簡単に手入れすることができます。乾燥をかけるので、撥水効果も戻ってきます。 二つ目、室内、居住空間が広い。そのまま使うと狭いツェルトですけれども、かさ上げをするとか、インナーポールをつけるとか、そういうすることによって居住空間を広くすることができます。三つ目、雨風に強い。これもそのまま使うと、ツェルトは雨風に弱いです。しかしながらですね、雨、吊り下げ式のグランドシートや、 フライシートを使うことによって結構快適に過ごすことができます。そして風。これはですね、しっかり張ってさえいればね、森林玄関より上でも倒壊したことは僕ないんで、そして倒壊しているのを見たこともないです。だから、こういった経験からも雨風に結構強いんじゃないかなと私は思っております。以上、参考になっていただけたら嬉しいです。この動画が少しでもいいなと思っていただけたら、グッドボタンやチャンネル登録、 よろしくお願いいたします。以上、ありがとうございました。